足立康君から関連質疑の申し出があります。下地君の持ち時間の範囲内でこれを許します。足立康君。日本維新の会の足立康でございます。下地政調会長の方から、憲法の話、それから蓮舫代表を含むですね、民進党にかかる話、ありました。で、ちょっと出負けがありましてね、もう足立さんはそういうのはいいから、ちょっともうちょっと普通の話やってくれと、いうことですが、ちょっと一つだけね、ちょっとこれ大きくて申し訳ませんが、やはり総理ね、私たちはやっぱり解散、先般の参議院選挙で、我々はまさにマニフェストの3本の柱の一つに憲法改正を掲げて、私たちを含めて、3分の2を確保させていただいたと思ってます。自民党がどうであるかはともかくとして、少なくとも日本維新の会、大阪市の会、日本維新の会は3分の2を改憲勢力で確保した。逆に言うと岡田民主党は3分の2を阻止すると言ってポスターを貼りまくった、あのポスターがですね、実現をできなかったわけですから、私はこれ民意だと思います。私はもう下地会長からもう憲法はいいからと言われたんですが、金曜日の質疑、それから今日の質疑を見てるとね、例えば辻元委員、自民党の改憲草案について国民不在の押し付け憲法草案、こんなことは見過ごすわけ、私関係ないですけど見過ごすわけにはいかないと思います。で、我々は真剣に3つの柱で憲法改正草案を選挙で、問うて今この場におるわけでありますので、ぜひ。で、私は実は専学ながら憲法審査会の委員にも、を拝命させていただいてますので、何としてもですね、安倍総理が、いらっしゃる間にですね、憲法改正、実現をしていきたい、個人的には深くそう思っております。で、ここにお示しをしているのは民主党、民進党ですね。今回民進党さんの綱領には憲法を構想すると書いてあります。綱領に書いてあります。で、私やっぱりさすが、いよいよ、民進党になって提案型で憲法を構想されるのかなと、こう思ってましたらね、この間朝まで生テレビで辻元委員とご一緒しまして、で、これありますよねって私がこれと、それから上のですね、そもそも10年前からかつての民主党は10年前から憲法を構想するって言ってたんですよ。これが唯一最大の民主党の憲法草案です。10年経ってるんですから、他党のことを申し上げるのは僭越ですが、10年経ってるんですからね、ぜひもう一両日中ぐらいには構想していただいて、ぜひね、憲法、大事なことは憲法審査会です。総理が何度もおっしゃってるように憲法審査会をしっかりと動かして、なんか問題、いや、2005年はね、分厚いんですよ。で、分厚いんですけど、辻元委員に言わせるとね、当時は流行りだったと、ね、でもその作った分厚い資料を一つ一つチェックすると、どれも意味がなかったから、今は意味ないんですと言って、辻元委員はおっしゃってました、テレビでね、テレビで。だから、いずれにせよ、そこは民進党さんの問題なので、お任せをしますが、ぜひ憲法審査会で、実質的な憲法改正の発議に向けた取り組みをしていきたい、こう思ってます。総理、もしこのちょっと一言。安倍内閣総理大臣。憲法の問題についてはですね、我々憲法草案をすでにお示しをしておりますし、そもそも当時としてこれはもう決闘以来ですね掲げてきたところでございますが、その上で選挙を行い、
この民進党あるいは共産党のですね、民共の皆さんはですね、3分の2を阻止するということを前面に掲げて、まあ、ポスターにもですね、3分の2を阻止するとこう書かれていたんですね。大きく2月3日と間違えた人もいるんですが、でそれでですね、これをですね、これを我々はまさにその中で3分の2を確保したわけで、まあ、あります、まあ、そこでただ先ほど足立委員は安倍総理のうちにとこうおっしゃったんですが、私のがいるときにはやらないという人たちもおりますので、私はまあ謙虚に対応していきたいとこう思っておりまして、ぜひ憲法審査会の場においてですね、積極的な議論がなされることを期待しているところでございます。以上、足立君。次にですね、これも国対からもやるなと言われてるんですが、もう下地政調会長もやられましたんで、10秒だけ、10秒、下地政調会長が先ほど指摘した国籍の選択、これはね、3階建ての建物の2階なんです。外国籍、日本国籍の取得というのはね、3階建ての建物なんです。1階は日本国籍の取得です。これは蓮舫代表は昭和60年の1月21日にされているようであります。で、今般、まあ、私、書類は拝見してませんが、今般、一番上の外国籍は離脱したとこうおっしゃってるんですね。まあ、ほんまかどうか分かりませんが。で、先ほど下地会長、下地調会長が指摘申し上げた真ん中です。実は真ん中をやってなかったんじゃないかということです。で、ポイントはちょっとここでお見せしたのは、黄色いところは努力義務です。赤いところは義務です。これ全然違います。で、蓮舫代表のいろんな記者会見とか聞いてる、いや私は努力してきたのよと、努力してきたからいいのよっていう感じでいつもおっしゃってるんだけど、真ん中は義務規定ですから、おそらく17歳から22歳までの選択義務を果たしてないとすれば、30年にわたって、違法状態にあったと。で、かつそれは先ほどもあったように、ご自身の戸籍謄本を見れば分かります。明日中に分かります。ぜひ記者会見で、経緯のですね、ご説明責任を果たしていただきますよう改めてお願いをいたしておきたいと思います。これね、もしこの真ん中やってなかったら嘘つきですからね。嘘つき、まあ、民進党さんは本会議場で嘘つきを10回ぐらい言ってますから、まあ、3回ぐらいにとどめておきたいと思いますが、嘘つきだけはね、嘘だけはついたらいかんとこう私は思っている次第であります。それから次ですね、やっぱり今国会ですね、憲法もあれば、あるいは先ほどの我々の議員立法もあります。しかし、やっぱり大事なのは TPP だと私は思っています。これ、総理ね、私ね、これおかしいと思うんですね。何がおかしいかっていうと、もしアメリカの大統領候補、クリントンさんとトランプさん両方が、TPP 賛成だという選挙戦やってたら、多分こちらの方はですね、アメリカの陰謀だと、TPP みたいなアメリカの陰謀に乗っちゃいけないと、こういうことで反対されたと思うんです。まあ、これ馬場幹事長の方から本会議の代表質問でも同じことを申し上げましたが、両候補が反対だということは、やっぱり甘利 TPP 担当当時の大臣は、アメリカがもう困るぐらい日本の国益をですね、実現をしてきたんだなということを改めて思います。それからね、ここに書いてあるように、今回の TPP の問題というのは、一人通商政策にとどまる、そういうなんていうかな、まあ、通商も大事ですよ。しかし、オバマ大統領自身が戦略的利益を有する、アジア太平洋地域のリバランスの中核的な柱だ、安全保障上の同盟と地域のパートナーシップを強化することにつながるのが TPP なんだとおっしゃってる。私ね、全く同感なんです。それぜひこれ、いろいろ審議入りについてですね、議論はあると思いますし、まあ、戦略的っていうことが、多分民進党の皆さんには分からないと思いますから。失礼だな、失礼だな、何をおまけつけんだよ。
総理ぜひね、ぜひこれ実現していくご決意をお願いします。安倍内閣総理大臣。この、TPP についてはですね、これは単なる経済この交渉だけである中において、その戦略性が非常に重要だというのはご指摘の通りだろうと思います。TPP はこの自由で公正な世界の4割経済圏をマルタに生み出すわけでありまして、そのルール作りを日本もですね、まさに主導権を持って行っていくことができるわけでございます。この新たに作られるルールは、これ単に TPP にとどまらず、日 EU 経済連携協定や RCEP などにおけるこれモデルとなるわけであります。そのモデルとなるものを日本がいわば主導して、そのルールを作っていく、日本の意見もしっかりと入れ込むことができるというところに大きな視点があるわけでありました。単にこれ関税を何パーセントにするという話ではないということでありまして、韓国や台湾やインドネシア、あるいはタイ等がですね、TPP に強い関心を表明してしたところでありまして、潜在的な参加国は多数あるわけでありまして、基本的な価値を共有する国々が経済の絆を強め、深めですね、そしてさらにその輪を広げていくということでありますから、地域の安定にも資するわけでありまして、まさにこのアジア太平洋に大きなこの経済圏ができると同時にですね、我々のまさに同志がこれ増えていくというふうに考えるべきではないかと、このように思います。足立康君。ありがとうございます。私はTPP はですね、本当にこれ理解がまだ及んでない政党もあるかもしれませんが、とにかく日本が、アメリカがもしね、両大統領がもし腰がちょっと引けてしまった場合においても、日本が中国等が台頭してくる中で、世界のルールメーカーの中心的立場として、頑張っていかねばならない、この使命を、与党の皆様とも共有をしていきたい、こう思っております。今日はですね、この後今から一番私がちょっと今一番大事にしている経済雇用の問題を扱います。今日日銀総裁もおいでをいただいております。ありがとうございます。これちょっとこれは日銀のですね、資料を貼り付けたものでございますが、これ一言で言うと失業率もとってもいい状態ですね。いわゆる摩擦的失業とか構造失業率ってこう言われますが、こういうものはなかなか減りきりません。 3% 前半で、それに対して景気循環とかのこの赤い部分はですね、できるだけこう減っていくのが望ましい。そういう意味では、完全雇用とは言わないまでもですね、今の日本の労働市場は大変いい形になってきていると私は評価をしております。これも自公政権、安倍政権のなせる技であるというふうに、いやこれはもう虚心坦懐、これもう事実ですから、それはご評価を申し上げたいと思うし、僭越ながら、また日銀総裁の手腕もですね、大変それはあったと、こう思うわけであります。で黒田総裁にですね、ぜひちょっと教えていただきたい。私は今回の新しい金融政策の枠組み、これ超短金利操作付き量的質的金融緩和、勉強させていただきましたが、素晴らしいと思います。世界最先端のイノベーション、制度的イノベーションだと思っています。ただ今からいくつかご質問する点がですね、クリアになれば本当の意味で、評価を申し上げたい、こう思うわけであります。まず一つ目、失業率です。失業率は大変いいわけですが、するとね、なぜこの失業率が賃金水準や物価、消費者物価に波及をしていかないんだろうか、これがね、私よく分かんないんです。ちょっともし、ご見識、ご開示をいただければと思います。黒田参考人。ご指摘のとおりですね、雇用所得環境は大幅に改善しておりまして、労働需給は引き締まりが続いていて、失業率は直近で 3.1% となるということで、ほぼ
完全雇用の状態にあるのではないかというふうに思います。そうした下で、3年連続ベースアップが実現するなど、賃金は緩やかに上昇していると思います。ただ一方でご指摘のとおりですね、労働需給の引き締まりの割には、あるいは高水準の企業収益の割にはですね、程度の問題としてこれが賃金の上昇に波及していく力がやや弱いということも事実でございます。でこの背景には、我が国では長期にわたるデフレの下で、マインドの転換に時間がかかっている面があると思いますし、またデフレ下ではですね、企業や雇用者双方ともですね、雇用確保ということを重視してきた経緯がありまして、賃金上昇に向けた姿勢になかなか切り替えられないでいるということもあろうかと思います。またご案内のとおり、我が国では春闘等における賃金決定に際してですね、前年度の物価上昇率を勘案する慣行がございます。こうした下で既往のエネルギー価格の下落の影響などから、実際の消費者物価上昇率が低下したことから賃金が上がりにくくなっているということも考えられます。もっともですね、高水準の企業収益やタイトな労働需給など、賃金と物価がともに上昇する環境は十分に整っているのではないかと思っておりますので、先行き経済が潜在成長率を上回る上昇を続ける下で、物価の基調は高まっていき、原油価格下落の影響もだんだん剥落していくということで、賃金の上昇を伴いつつ物価上昇率は次第に高まっていくのではないかというふうに予想しております。足立君、本当に絶妙のハンドリングをしていかなあかん局面ですから、本当にぜひ頑張っていただきたいと思いますが、そのやっぱりマインドというか期待形成、これが本当に大事だと思います。国会でもね、民進党さんのようなああいう質問がテレビでずっと何日も流れると、景気にも悪いと思います。これね、日銀総裁ね、もう一つ伺いたいことがあって、今回、21日に発表された、その後30日の午前中に、5年から10年ものの若干のこう圧縮があって、それからその午後にですね、10月の運用方針、これを発表される。でこの中身を、マーケットはもうつぶさに今見てるわけです。でその中でやっぱり、マーケットにですね、2つの見方があって、社会説法ですけど、どうもテーパリングにのちょっとテーパリングの、なんかちょっと触りみたいなことをやってんじゃないかというような人もいるし、いや逆にその全く逆に、ヘリコプター的なですね、議論に突入してんじゃないかという、もう全く違う議論が併存してます。私はここの部分のメッセージを正しく、日銀総裁がマーケット、そして国民に発信をしていかれることが大変重要だと思ってます。そうした意味で、例えば80兆円メド、この80兆円メドっていうのは、イールドカーブをですね、こう管理する過程で、80兆円をこう割っていくこともあるかもしれない。しかしもっと緩和をですね、広げていく余地だって十分あると、これが今回の新しい枠組みだと思いますが、そういった意味で決してそのテーパリングとかいうレッテルはですね、レッテルだということで、これはあくまでもまだまだ我々デフレから脱却から遠いですから、これは緩和を続けるんだというご決意をですね、改めてお願いしたいと思います。ちょっと待ってください。足立委員、発言には十二分に注意されてするようによろしくお願いいたします。黒田参考人。今回の長短金利操作付き量的質的金融緩和というのは、これまでの経験も踏まえまして、これまでの政策枠組みを強化したものでありまして、量質金利のいずれにつきましても引き続き追加緩和は可能であるというふうに考えております。
具体的な追加緩和手段としては金融政策決定会合後の公表文でも明示しておりますけれども、短期政策金利の引き下げ、あるいは長期金利目標の引き下げ、さらには資産買い入れの拡大が考えられるほか、状況に応じてマネタリーベースの拡大のペースの加速を行うことも考えられるということでありまして、こうしたいわゆるイールドカーブコントロールの中で引き続き量質金利の3つの次元を使って必要な措置を取っていくということであります。なおご指摘のようにいわゆるテーパリングということにつきましては、今回の私どもの措置はテーパリングでは全くありません。米国の FRB が行ったテーパリングはご案内の通り、金融政策の正常化に向けて出口政策の一環として国債買入額を段階的に縮小減額したものであります。日本銀行は今回導入したオーバーシュート型コミットメントの下で、消費者物価上昇率の実績値が安定的に物価安定の目標を超えるまでマネタリーベースの拡大方針を継続するということも言っております。長期金利操作目標を実現するために、仮に今国債買入れ額が減少することがあったとしても、これはあくまでも技術的な調整でありまして、テーパリングとは全く政策を異にするものであると。引き続きですね、金融緩和を続け 2% の物価安定目標をできるだけ早期に実現したいと考えております。足立康君。日銀総裁にあと一つだけですね、長期金利を管理するという議論があります。で、日銀のホームページ見るとですね、長期金利は管理できないという示唆が今もまだ残ってます。これ作成が2000年、改定が2006年、これ2016年の改定がいるんじゃないでしょうか。そこ もう短く。黒田参考人。ご指摘 のものはですね、2006年ということでかなり古いものでありまして、ご承知の通り2008年のリーマンショック後ですね、各国の中央銀行はゼロ金利制約の下で長期国債などを大量に買い入れることによって直接的に長期金利に影響を与えるという政策を取ってきておりますので、この部分はもはや古いということで改定したいと思っております。以上。足立君、ありがとうございます。いずれにせよ私は安倍政権であれ、是々非々ですから、あるいは日銀の金融政策であれ、いいものはいい、悪いものは悪い、こういう立場で日本維新の会やってまいりますが、働き方、先ほど下地政調会長からもありましたように、我々さまざまな法案これからも出していきますが、今あったように日銀の取り組み金融政策を支える観点から5番のパネルになりますが、第2弾の法案の塊、第3弾の法案の塊、これを出していきます。で、ここにあるのはね、基本的には私たちが一番力を入れているのは労働規制改革と中小企業政策です。で、これの次ある労働規制改革についてね、大変懸念してます。塩崎大臣も頑張っていただいていると思いますが、さっきの9月27日の第1回働き方改革実現会議、これ期待してますが、ここにいわゆる労働基準法制、あるいは解雇紛争の金銭解決入ってません。これ入れた方がいいと思いますが、加藤大臣よろしくお願いします。加藤担当大臣。一億総活躍社会の実現に向けて働き方改革、大変その最大の鍵ということで重要課題としても掲げているところでございます。今のご指摘ありました高度プロフェッショナル制度については、高度な専門職として働く方が健康保持を図りつつ、その能力、意欲、創造性を存分に発揮できる環境を作っていくため、時間ではなく成果で評価する新たな労働制度
制度を創設することは重要であるということから、ご承知のようにすでに国会に提出をしております労働基準法改正案に盛り込んでおりますので、政府としては一日も早く成立するべく努力をしていきたいと思っております。それから金銭解雇の金銭改革については、もう働き方改革はあくまでも働く人の立場に立った労働市場改革を行うということで、多分委員もですね、そういう意味ではおっしゃっているのではないと思いますが、金銭で自由に解雇できる解雇規制の緩和を行うというつもりはございません。他方で、例えば裁判などにおいて働く人が勝訴して解雇が無効になった際に、もうこれ職場に戻りたくないな、こういった時には働く人の利益になるということで金銭解決をするということ、その是非については、今厚生労働省の検討会において検討いただいていると、こういうふうに承知をしております。林君、ぜひね、まさに今大臣おっしゃっていただいたように、民進党さんがね、すぐ首切り法案とか、残業代ゼロ法案とか、これもう完全なるレッテルです。あれはですね、あえて言えば残業代ゼロじゃなくて残業代込み法案です。残業代皆さんにお支払いする、ただそれはね、のらりくらり仕事をして遅くまで残っている人に渡すのではなくて、ちゃんと成果を上げる人材に、ちゃんと報酬が渡るような仕組み、やっぱり工場で働いてた時代と違うんですから、そういうことをですね、しっかりやっていく。それから解雇、今ご紹介あったように解雇の金銭解決も解雇紛争の金銭解決、決してこれから民進党さんもこの国会ではですね、レッテル貼りはやめていただくように改めてお願いをしておきたいと思います。最後に豊洲ですね、豊洲でね、これはもう時間がないんですが、とっても今私困ってます。何が困ってるかというとね、私は小池知事の改革期待というか敬意も持ち、期待も申し上げておりますが、やっぱりこの一ポツの絵にあるようにね、子どもたちが飲む水、子どもたちが口に含んでしまうかもしれない砂、そういうものは一ポツでちゃんと法律で規定があるんです。豊洲は2なんです、ね、全く基準が違う。ところが端的に言うと、小池知事あるいは東京都が求めてきた基準は1の基準なんです。地下でなんかよく絵になってる水、あれは2リットルだったかな、ちょっと失礼しましたが、毎日水を2リットル70年間飲んでも大丈夫だと、こういう、だからああいう形で風評が広がるっていうことは地域にとっても不幸だし、で実はね、東京ほど発信力のあるところがあれをやるとね、日本中がね、同じゼロリスクを求めざるを得なくなるんです。私の地元でこの間町長選挙がありましてね、負けましたが、安倍総理の恩前で恐縮ですけど、大阪の自民党がね、もともとすでに無害化されている大オキシン、これをね、完全無害化しますと言って選挙したんです。で、我々は無害化されてるからしっかりと適切に法に従って、処理しますと。やっぱりね、完全無害化の5文字には負けます。でもそれを政治家がね、やりだしたら日本の環境政策はもうぐちゃぐちゃになりますから、私は、東京都もですね、節度じゃないな、僭越やね、よく頑張ってらっしゃるんだけど、安全とか環境ということについては、ぜひここはね、政治家というものは そういう、完全無害化という5文字を使うことについては、慎重というかね、抑制的で、あるべきであると、こう思うわけであります。最後にこの図だけお示しをして、終わりにしたいと思いますが、これはね、福島第一原発から出た指定廃棄物の状況です。今日、環境大臣にお聞きしたらいいのかな、福島第一原発からどれだけのセシウムが出たか、ちょっと、それは東電ですね、東電ちょっとお願いします。もう時間来ましたね。東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長、山口博史君。お答えいたします。事故に伴い3月中に、待機中への
放出されたセシウム137の放出量は約10ペタベクレルと推定してございます。この10ペタっていうのはね、10ペタなんぼでしたっけ。ペタ1ペタというのは1000兆ベクレル。いや別にね、ここで私は風評を振りまくつもりはありません。あ、委員長終わります、はい、しかしね、福島第一の事故 でその10ペタのセシウムのうち、今環境省が掌握しているのは1割から2割です。それ以外は日本中に散らばって、でダムの底に沈んでるんです。要はなんかその非常に不節制な生活をしてね、寝るときにチョコレート一粒食べるかどうか悩んでるみたいなもんで、やっぱり環境政策については科学的に合理的に公正に、やっていくことを、まあ、皆さんにもお願いを申し上げて私の質問あります。ありがとうございます。これにて下地君、足立君の質疑は終了いたしました。これをもちまして各会派一巡の基本的質疑は終了いたしました。